そしてもう一人、初めて来た3人をなぜかものすごい形相で睨みつけている少年が。さらに剛、当時中学1年生、すでに半年前からジャニーズに所属していた。あれはかなり睨みを出してましたね。今の草薙剛のキャラクターでは考えられないね。突然ですがここで草薙さんに質問、なぜそんなに3人を睨んでいたんですか。30秒でお答えください。僕が一番その当時下だったんですよ、で初めて僕より下の人が入ってきたなと思って、ここはやっぱりなんかちょっとこうガツンとやってこないといけないと思ったんで、ガツンとやってたんだやっぱ。まあ気持ち的にはね、怖かったよね。怖かったよね。出ちゃったのかもしれない。それまで僕の睨み感じなかった。なんかね、木村君にはしてない。木村君やってないんじゃん。木村君は年上だと思ったから。そう。僕より多分年上だなと思ったんで。年功序列。